はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、寝袋を購入しましたので、その紹介をしようと思います。はい、これまでですね、僕たちのキャンプはこちらを使っていました。こちらの、タイムセールで約4000円しないぐらいで購入した寝袋なんですけど、こちらをですね、掛け布団みたいな形で、2人に一緒にかけて、であと薄い毛布と一緒にね、着るような形で2枚上からかけるような形で今まで寝てきたわけなんですけど、寝袋としての性能はですね、0度まで耐えれるみたいな形で、Amazon の方には書いてあったんですね。でそれで、これからですね、冬本番に突入するということで、0度だとちょっと心配なんですよね。それで、うちの嫁さんは結構冷え性で、手足の先っぽが冷えたりとかそれが冷え性だからね、その寒さに対してですね、シビアなところがありまして、でこの寝袋だとおそらくね、足りないんですよね、保温力が。で前回は湯たんぽを併用して寝ました、で湯たんぽを使うと、結構あったかく寝れたかなっていう感じですね、でそのこう寝る前までも湯たんぽをお腹にずっと忍ばせといて、ずっと体を温めてる状態で寝たので、よかったけど、その温めてなければもうすぐ芯から冷えるから、多分これじゃ全然温まらない温まらない、と思って、今回ですね、さらに、何グレードか上のちょっといいやつですね、マイナス30度まで、耐えれるという耐えれるというかマイナス30度ぐらいまでは、保温力が維持できるよというようなものを購入してみました、それがこちらになります。じゃじゃーん、ベアーズロックさんの封筒型のシェラフになります。マイナス30度まで対応ということで、結構信頼性が高いんですよね。大きさはもちろんなんですけど、なんか肉厚があるような感じで、すごい大きい。それと比べてボリュームがすごいこちらが約4000円の寝袋ですね、でこちらがマイナス30度まで耐えれるという寝袋で、値段の方が14,050円になります、で、今回はチョコブラウンというカラーを購入しまして、で型番がですね FX503W っていうものになります、でシェラフ自体の横幅も約90センチありまして、ゆっくり寝ることができます。で中で寝返りも打てるので、布団に入るような感じで、ゆったりゆっくりと寝ることができるんじゃないかなと思っております。いいね、で今回ですね、これを購入して購入特典ということで、フリース、膝掛け用のフリースと、ちっちゃい電気、こんな感じのちっちゃい電気も購入特典でついてきました。これが結構地味に良くてでこちらでスイッチになってて、これを出したり引いたりすることでライトの照射範囲を狭めたりできます。ああ、そうなんだ、そのためについてんだ。そうそうそう、結構地味にいいよ。そうなんだね、これはね、ちょっと嬉しい特典だったね。特典でした。これがですね、先ほどのシェラフの購入特典でついてきた膝掛けフリースになります。広げてみよう、じゃじゃーん、結構大きいよね。大判です。ちょっと測ってみようか。横幅が70センチ、高さが115センチになります。こちらにタグがついていまして、上をこのような紐で締めることができます。でもこれってなんだろう、なんかの袋しかないよね。これ違うでしょ、足入れるんだよね。足突っ込めていいんでしょ。足突っ込むんだよね。こんな感じで突っ込んで、寝袋の中に寝ていいよ、でしょ、ね、こうでしょ、
全然見えないけど、うん、私はこんな感じ、こんな感じね、うん、袋状になってるから、はい、で立ったらこんな感じ。本当に伸ばしたら、うん、この私163センチで、うん、この胸のとこぐらいまでくる、うん、ほら、ああ本当だ本当だ、でこれで縛れると、これで縛れる、でこのまま寝る、お休みこともできる、そう。はい、それではですね、購入した2点目になるんですけど、こちらになります。じゃじゃーん、こちらもですね、先ほどの寝袋の同じメーカーさんになるんですけど、インナーシェラフになります。で、名前がですね、うん、クルムン。かわいいね。ボアフリースロングタイプクルムンという名前で Amazon で販売されております、はい、価格は4000円になります。はい、じゃあ早速開けてみましょう。はい、でちなみにですね、こちらも購入特典としてこのペンライトがついてきました。色違いですね。これも何気にちょっとありがたい特典になります、うん、はい、でこちらはですね、長さが240センチ、めちゃくちゃ長いです、はい、で横幅が75センチになります。足を下まで突っ込んで、はい、はい、寝る？うん、寝そべってみて、よいしょ。あ、で、背中が、そうそうそう、背中をちょっと上げて、そうそうそう、いっぱいいっぱい伸ばしたらこんな感じこのような形で足先から頭まですっぽり入ります。でこれの一番いいところというのは、このですね、余ったこいつを顔の周りに巻けるというのが、うん、すごく気に入って購入してみました。こんな感じ、うん、こんな感じね、うん、これあったかいよね、絶対ね、うん、でこの上から寝袋を、そう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 。で今回ですね、僕たちが想定しているのはこのインナーシェラフとこのですね、4000円の寝袋の組み合わせですね。そうです、これは僕用になります、はい、でこいつは一応0度まで対応できるということで、あったかさがね、保温力が足りないんじゃないかということをちょっと懸念して、うん、こちらの4000円のインナーシェラフを追加で購入しました。でこれでどうにか冬を越せるんじゃないかなというふうに目論んでおります。はい、はい、それではですね、今回のメインになります、はい、封筒型シェラフですね、はい、開けてみようと思います。いきます。まあ、これはもう完全に嫁さん用ですね。そうです。あ、紐が落ちてる。これはどういう風になってんだ。本当に開けてないからね、うん、え、ここだね、こうするんだね。いや、パチーンってなってない、なってない、パチーンとはなってないよね。 え、なってなくない、なってないよ、ほらほら、ここもこんなんだよ。ああ、じゃあこう取るんだ、ほら、これをなずらすだけで、あー、緩めて、うん、そうそう、取るはずがないから。わー、あ、大きいね、でかい、すごい、すごい、パッツンパッツンやな。これはあったかそうだよ。広げていくね。はい、じゃーん、おー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 、あ、これ、うわ、布団だ、布団だよ、すごい、すげえ、でかっ、すごい、これ触ってあったかいすごいよ、厚さが普通の、あ、ほんとだ、布団すげえ、めちゃくちゃ厚いじゃん。
なんだこれ。寝ていい？ちょっと入ってみて。よし、じゃあ入ってみてください。はい。うわ、こりゃいいよ。あ、布団、布団、布団。これ布団。寝れる、ゆっくり寝れそうだね。全然寝れるよ。ほら、お、うわ、すごい。下まで行くよ、ほら。ほら。本当だ。もう寒かったらこれでもいいもんね。ねえ。ここ閉まんないの？ここ閉まるよ。え？閉めれる。あ、あっちあっち。あ、あっちもこっちもいける。もうギュッてできるってことか。そう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 。そう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 。こう。そうそう。こっちも？そこはそこそれファスナー。こっちだけ？うん。そっちだけ。そう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 。そんな感じだね。でも最悪こういうことでしょ。そうそういうこと。こういうことだよね。そうそうそう。こんな感じで言ってたよね。うん、書いてあったよね。こんな感じだ。うん。ほらどう？めちゃくちゃあったかそう。あ、すっごいあったか。すごい、ていうか大きい。これめっちゃあったかいよ。でもこれでさ、14,000円めちゃくちゃコスパ良くない？うん。待って待って。特典のを足にまとって、これに入っていい？うん、あ、じゃあそのままで、待って待って、違うよ。出方、ここ、ファスナーを開けるの。内側から。あ、ここに、ほら、ここにもあるでしょ。はいはいはい。これをジーって下げて。ジーって下げると、出ることができる。これはどこまで行くの？下までずっと行くよ。あ、すごい。あ、これすごいわ。え、中の生地は？あ、一応ナイロンなんだ。ナイロンっぽい生地だね。ちょっと試していい？うん、購入特典のフリースを、うん、すごい切るでしょ。じゃあ着てみて。じゃあ、おやすみおやすみなさい。ちょっと締め方が難しい。締め方が、うん、噛みそうだね。あ、どんどん収まっていってます。でもこれ横にもこうなれるから、横にこうなりながらこうできるからいいね。うん、おお、いいね。すげえ。あー、すごいいいわ。収まったこれはいいわ。あったか。これはどうなるの？これはもうこのまま。うん、そうだね。それでもいいってことだよね。うん、それでもいいんだよね。これでもね。うん、あ、全然寝れるよ、多分。寝れる。うん、全然寝れる。超あったかそう。すげえ。すごい、寝てみる？ちょっと寝てみる。うん。あー、で、ほら、見てみて。うん。これちょっと見て。これね、うん、あの足の先が蒸れたりとかさ、うん、ちょっと足先が熱かったりする人用に、うん、ここをほら別で開けれるの。おお、下を、うん、これを閉めたフルクローズの状態でも、うん、ここだけ単独で開けることができる。すごいね。すごい作りだね。これ便利だよね。うん、だからここからちょっとこうあれをなんていうの、蒸れ、はいはいはい、を逃がしたりとかさ、うん、やっぱ中蒸れるから、うん、考えられてる、すごく考えられてる、これは。うわ、やばい。やばいでしょ、寝た感じ。これすごいわ。ここ伸ばしたら結構スムーズじゃん。もうそこから寝てね、横になった方がいいよ。で、中から締める感じ。感じ、うん、もう中から締めて。そう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 。結構噛むでしょ、うん、なんかうまくいかないよね。なんかね、ちょっとコツがいる、うん、こうだそうそうそう。うわ、すげえ。どう？すごい。
ね、普通にあったかくない、うん、すごいね。これ車中泊とかでももう全然いい、うん、全然寝れるよね、うん、これはちょっと枕になる。俺はこれでいいかな、ちょっと枕っぽい感じで。あ、ここを私は上をギュッてしたいかな。すげえ、あったかいよね。あったかい、これマジ全然いけるね。え、うん、やっぱ違うね。違うよ、3000円の、うん、4000円のとはね、うん、4000円のも確かにいいかもしれないけど、うん、これマイナス30度って歌ってるじゃん、うん、マイナス30度は伊達じゃないね。だからよ、すごい、わかるわ、すごい。これはめちゃくちゃあったかいし、うん、横90センチのさ、うん、この音形がほら普通に寝返り打てる、うん、だよね。これ私のだからね。これあったかい、すごいね。これはすごいよね、うん、これすごい、感動ものだよね、うん、マジですごい。これで1万4000円はすごいわ。間違いなくもう一つ買うかも、うん、いずれはね、うん、まあ、でも中野毛布を買っちゃったから、あなたはあれで頑張ってもらわなきゃまあ切ない世の中というんですか、こういうのいや、これはすごいよね。え、ね、2人入れないかな。あれ無理よ。そう、うん、きつ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 。うわ、あったかねえ、これはあったかいよ、本当に。お腹がすごい。でも人によってはめっちゃ蒸れるかも。うん、ねえ、蒸れるよね、うん、多分ね、蒸れる。すごい、あの、なんていうのかな、おっ、あったかいがゆえに蒸れる感じがある、うん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 、逆にさ、まあ、足は出せるように開けた方がいいかもね。うん、そうね、うん、どういう寝方が正解なんだろうか、このあったかい寝袋で寝る場合。まあ、今部屋の中だからね、うん、実際外で寝たら分かんないよ、もしかしたら、うん、いいのかもしれないし、ちょうどいいのかもしれない。これはもう湯たんぽいらないかもね。いや、湯たんぽいらんかもね。え、もう暑すぎるかもね。暑すぎるかもすごいわ、これはすごいねえ、うん、アウトドアする人たちおすすめ。これマジでおすすめ。まあ一回でもあのキャンプで使ってみたいな、うん、キャンプで使って、ね、実際に夜を過ごしてみて、うん、それからおすすめしたいわ。そうだね、実際にどうだったかっていう、うんうんうん、でこれ本当に着込まないでさ、あの洋服なんかも、まあ、ダウンとかいっぱい洋服着ていくじゃん、キャンプとか、うん、結構脱いでさ、うん、あのパジャマの状態みたいな感じで寝てもさ、うん、いいかも ね、 いいね、そっちの方がいいかも、いいかも、うん、寝やすい感じでさ。これはいい買い物だよ。すごいね、こんな ふかふかだと思わなかったね。え、はい、それではですね、あの、まあ、めちゃくちゃいい声の封筒型のシェラフなんですけど、うん、僕たちは大満足です。はい、最高、よかったね。え、あったかいし、うん、暑すぎてすげえちょっとバレてる。だから私言おうと思ったの、すごい汗かいてるよって思ったんだけどすごいあったかいんだもん、だって暑いよ、ね、暑い部屋の中で暑すぎるオーバースペック、完全に部屋の中で、ね、うん、うん、やばいもんで、実際にちょっとこいつをですね、あの、まあ、開けてみたわけなんですけど、うん、ちょっと直してみようかなと思います。はい、袋にいっぱいいっぱいで入ってたんで、うん、まあ、どの程度のね、うん、あの力加減で入るのか、うん、まあ、基本シェラフ、あの、いっぱいいっぱいで入ってるじゃん、うん、カツカツっていうか、そうだよね、もうパンパンだから袋がさ、うん、で収納できるかどうか試してみようと思います。はい、じゃあどうぞ。私、はい、頑張ってください。いいですか。はい、いいですよ、直してください。ね、どんなんだったかな、多分こうでよかったんだと思うんだけど、いけるかな、これで。すごい肉厚がすごいからね、うん、いけるかな、
いや、大きいよね。大きくない？大きい？わかんない。じゃあちょっと袋取ろうか。うん。抱きしめております。そして。はい、どうぞ。いやー、どうかな。入るかな？いい感じ？いや、ちょっと待ってよ。もうちょっとちっちゃくできたらよかったのかな。あ、でもいいかも。クランクルンすればいい。クランクルン。あー、順番に入れていく。そうクランクルン。クルンクルン？クルンクルン。あ、でもこっちよりは入れやすい。大きい分じゃ余裕があるのかな。うん、だと思う。ほら、おいいね、いいね。おお、すごいすごい。結構早かったね。うん、暑い。暑いね。暑い。はい、で、おっしゃ、すげえ。これで、うん、直せました。おお、早かったね。うん、一発でいけたね。うん、はい。あ、これはでも楽だ。まだちょっと余裕がある感じ。うん、大きいけど。そう、こっちは結構それ本当にきついもんね。きついの。何回か何回かっていうか、こんなちっちゃいのに。うん、袋破けそうなもんな。うん、そろそろ一回じゃ収まり切れなくて、またもう一回やり直すって感じ。うん、これはね、こっちはまだ余裕があるわ。いいね。暑い。頑張りました。でもこのなんかあったかいのに大満足だ。うん、私も大満足だね。うん、今夜でもそれで寝てみたら本当に。これは今日は暑いかも。今日はちょっと気温が高いから、いつもより。あ、そうね。うん、はい、それではですね、今回購入したセラフの方を紹介してみたわけなんですけど、どうだったでしょうか。うん、まあ、ベアーズロックっていうね、今回初めて、まあ、僕たちもアマゾンで見つけたブランドなんですけど、うん、いいね、いい、すごくいいね。まあ、外でまだ使ってみないから、うん、なんとも言えないけど、部屋の中で使った感じはもう最高。うん、最高だね。うん、まあ、保温性もあるような感じで、うん、まあ、伊達にマイナス30度打たせてないなっていう感じ。すごい。で、あとはその購入特典っていうのもあって、それもね、よかった。うんうん、まあ、ライトと膝掛けとね、フリースの膝掛けと、で、あと僕がね購入したクルム、うん、あれもね結構期待できるんじゃないかなと思ってます。はい、まあ、このねベアーズロック、僕たちも初めて購入したんですけど、とてもおすすめできる商品です。はい、まあ、皆さんもね、もう寒さに体感性にちょっと余裕を持ったセラフが欲しければ、とてもねおすすめできるセラフだと思いますので、よかったら Amazon の方ね、概要欄にリンクを貼っておきますんで、覗いてみてください。はい、はい、それではですね、今回の動画がよかったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。Woo!